私たちはまた何の約束もしないまま。ちょ、返してくださいよ。やきもち焼いてるんですか。ちゃんと好きって言ってください。バカだよお前、こんなとこで言えるかい。ちゃんと言ってください。あれから4年、もういいです、終わりでいいです。ここエビデンス足りない。あとこれリスクヘッジどうするのか、もっと詳細に。はい。明日のプレゼンでうちがイニシアチブ取れるかどうかが全てだから、準備は従前にしよう。わかりました。あと少しで国見と部長も来る。それまでに直しのあたりつけとけよ。あ、なんだ、みんな来るのか。助かったっていうか、なんていうか。ホテルの式場でプレゼンするのもありかもな。大胆。引き抜かれてきたんだろ。この4年でどれだけ成長したか見てやるよ。そう、4年前とは違う。この恋は過去のもの。疲れた。お前、そっちの部屋。はい。近っ、気まずすぎる。ミサオ、こっちで寝る？真に受けんなよ、バーク。何なんだあの男は。心臓止まるかと思った。全然過去になってない。またあの頃の私に戻るの。でももうあの恋に向き合うつもりはない。こっちで。こっちで寝る？昨日の晩、本当にテノさんといたのかよ。ごめんなさい。お前さ、なんでそんな寝不足なわけ？眠れなくて。なんで？なんでって。俺に言えないことなのかよ。イチさんが一緒に寝てくれないから。嘘です、真に受けないでください。一緒に寝てやるよ。お前が眠れるまで頭撫でてやる。ミサオ。お風呂入ってから行くんで。そんなの俺の部屋でいいだろ。あ、でも着替えが。無理。お前、逃げたら逃げっぱなしだろ。こっちにいろ。
彼女作ったくせに。で、当然だ。もう終わりって言ったのは私。傷つけられるのが、失うのが怖くて、逃げることしかできなかった。違う。逃げたのは一さんに私を追わせたかったから。逃げて離れて一さんの気持ちが私にあるってこと確認したかったから。この唇が、この体温が、この人が、好き。おはようございます。おはよう。夜通し慣れてくれてたんですか。なわけねえだろ。もっと撫でてほしかったな。もっと撫でてほしかったんだろ。いいや、まったく。やろ。本当は、もっと撫でてほしかったんだろ。私は知ってる。ぶっきらぼうだけど実は照れ屋で優しい。だけど私たちはまた何の約束もしないまま始めてしまうんだろうか。一さん、うん、私たちってさ、うん、一さんの口からはっきりとした言葉がもらえる日は来るのかな。ミサオ、あのさ、今度こそ言わないと。付き合おうってちゃんと。うん。あ、出野部長からだ。返してくださいよ。俺と一緒にいるときは出なくていいだろ。つうか部長とお前何なんだよ。やきもち焼いてるんですか。は？なんで俺が。お前俺のこと好きなんだろ。好きですよ。一さんは私のこと好きですか。俺が好きなんて言うわけねえだろ。ですよね。もう言わなくたってわかるだろ。頭くる。なんでわざわざ戻ってきて猛スピードで仕事手伝って、なんで俺だけがこんなに振り回されなきゃ。何のよ。今どこですか。俺だけを見て。なんで。いや、今終わったんで。俺のことだけ考えて。お前
今夜は出野部長といるんだろ。ああ、また心と裏腹なこと。いや。え？いえ。もういいです。今日はありがとうございました。またやってしまった。なんなのこの態度。こんなことなら出野部長と食事行けばよかった。お前さ、どうしたらおとなしくそばにいんの？俺と付き合ってく気、ちゃんとあんの？告白？ここで？ないのかよ。あります。ありますけど。あるならいい。行くぞ。ちょっと待ってください。ちゃんと好きって言ってください。バカだよお前、こんなとこで言えるかい。いちさんがここで始めたんじゃないですか。言ってください。うるせえな。どうでもいいだろそんなの。どうしてそんな言い方しかできないんですか。私いつまでいちさんのいいように扱われなくちゃいけないんですか。私は伊地さんが思ってるほどに強くなんかないんです。泣くほどのことかよ。好きじゃなかったらこんなにカッコ悪くなってねえ。行くぞ。